カラスムギ属は10から15の種が分類される稲科の属である。ヨーロッパ、アジア、北アフリカに自生する。このうちの一種は穀物として広く栽培されるが、他の数種は雑草として世界中に生える。カラスムギ属の種子はすべて食べることができるが、多くの種では種子が小さく収穫が困難である。穀物として栽培されているものを含む。 カラス麦属の植物は、蝶目の幼虫の餌になる。カラス麦属の一つの種は、穀物として、世界中で広く栽培される。他にも四つの種が、地域的に少量栽培されている。以下は野生のカラス麦属の種である。穀物の近くに生え、しかも穀物と、形態や農薬体制がよく似ているため、厄介な雑草となっている。 野生のカラス麦の種をまくという表現が少なくとも16世紀頃から使われていた。1542年にイングランドのオホークのプロテスタントの牧師であるトーマス・ベーコンが作った小冊子にこの表現が登場する。また類似の表現がプラウトスラ共和制ローマ時代の作家によっても使われている。この表現は野生のカラス麦は 塩爆栽培の厄介な雑草であるところに由来する。ヨーロッパの主要な穀物の中でも塩爆は特に雑草の駆除が難しく、一つ一つをより分けて手で駆除しなければならない。このようなことから野生のカラス麦の種をまくという表現は無駄な作業を意味するようになった。また植物の種子と人間の種子との連想からこの意味は 非着出しという意味になっていった。ありがとうございます。